も、アマスくんです。ちょっとなんか、風邪なのかわかんないんですけど、今吐いちゃって、ちょっと当分休んだ方がいいかなって思う感じですね。ちょっと親に、払い請求を、はい、気持ち悪いです。で、当分、まあ、デブ飯は作れないかなって、うん。さっきお寿司食べたんですけど、それ全部戻しちゃって。やっちゃいましたね。もう4時ですね。鼻水がすごくて、もう擦れるだけで痛くて。鼻水が止まんないんですよ。もうティッシュ一箱使っちゃって。もう本当に、何時間ぐらいで。うん、もう3時間、4時間ぐらいで。で、ティッシュだらけなんですけど。これはやばいぞと。ティッシュがやばいなと思ったら、ちょっと頭も痛くなり始めて、で、吐き気もしたので、ちょっとやばいなっていう。で、今まだ行動はできるんですけど、ここからなのかなって思う日々が続いてますね。現在今4時です。4時に録画してます。ずっと起きてました。あ、寝たいですよ。通常ならこの時間に寝るんですけど、鼻水で、シーツがべちゃべちゃになっちゃって、寝る状況ではないので、ちょっと起きてようかなって、オールで、うん。ちょっと、めっちゃ辛い。もうびっちょびちょ。マグラ、うん、汗とかならばいいのよ。鼻水ってなんか、粘着性があるやん。だから嫌なのよ。朝とかサラサラだったらまだいいのよ。まあ、ベタベタはちょっとやだけどね。汗はまあ、想定されてると思うのよ、シーツも。でも、鼻水は想定されてないと思うのよ。その吸収っていう意味で、シーツが。だから、ちょっと、やべえな、っていう、動画です。いや、今も気持ち悪い。吐きそうになったらすぐトイレ行きますけど、本当に気持ち悪い。吐き気がする。多分体調不良ですね。うん。鼻水がやばくて、ティッシュで噛みたいんですけど、噛めなくて、もうポンポンする、もう当てるだけで痛くて、ちょ、やばいんで、本当に。あ、この動画の、はい、コメントとか、高評価とか、よろしくお願いします。はい、チャンネル登録も。はい、というわけで、体調不良だよっていうお話かな？うん。4時にお送りするとか、バカだよね。4時だぜ。多分4時十何分とか、もう30分にも明るいんで、もう夏だと。はい。明るいんで。明るいんで、皆さんは、もうまだ寝てるでしょうけど、4時10分ぐらいからもう明るいので、いやもう4時ぐらいからもう明るいかもしれないけど、そう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 。ただただ、ひたすら気持ち悪いって動画。その、オートとか、苦痛とかはないんですけど、食欲が忘れるってこともなくて、さら吐き気が来るってのと、鼻水が今一番ひどい。あと、頭が痛いね。うん。でも、まだ体温は平熱だったんで、引き始めだとは思うんですけど、ちょっと鼻水が今もひどいんで、お見せできないぐらいひどいんで、お見せできないんですが、顔を見せらんないんですが、しばらくベッドの中で配信という、動画を撮るってことになります。よろしくお願いします。というわけで、マスクでした。バイチャー。